どうもこんにちは、キャンバスゴルフの永井です。今回はですね、ちょっと声だけ後からつけています。今回のテーマはイメージラウンドでパフォーマンス力を高めるということで、実際練習場で本番さながらの、ルーティーンからしっかりやって、ショットを打って、ただ打つだけではなくて、実際のコースで生きる練習をしようというテーマで練習してみました。ということで、練習場では喋らずですね、淡々と打っております。早速今ちょっと左にボール引っ掛けましたね。想定だとちょっとね、左の林に行って木に当たって、200ヤードしか進まず、そこからちょっとまたレイアップをするというシチュエーションになっております。ちなみに今回ここは3ラウンド船橋という練習場で、船橋にある深夜0時までやっている練習場です。ここはですね、6番アイアン約160から170ヤードフェアウェイセンター狙って刻んでいくというショットを予定してます。さあどうなるか。いい感じですね。はい、良かったと思います。画面右上に出ておりますのが、フォーカスバンドというものを使って、いるんですけども、頭にねヘッドバンドつけてるんですが、いくつか電極がついておりまして、脳波を測っておりまして、それによって、その時の集中力、集中状態を測ることができます。赤い状態がこう考えたりとか、ちょっと調整をしたりなんかしている状態で、緑になると、行動、目的に集中して体を動かしているという状況ですね。今のは良かったと思います。大体60ヤードのアプローチ、これはうまくいきました。ということで2パットを想定すると、ボギーでしょうか。いい感じですかね。はい、2ホール目に行きました。ここもやはり、私の毎回狙うことであるんですけど、少しフェードをイメージしてますので、カット軌道で振っていきます。程よい中弾道のフェードですね。だいたい200どうでしょう、40ヤードぐらいの地点に落ちて、ちょっと転がって560っていうのがいいところでしょうか。はい、フェアウェイセンターに来ておりますので、今度は8番アイアンで約140ヤードを狙って打っていきたいと思います。これね、もうストレートにちょうど150ヤードの看板があったので、その手前に落ちればいいよというイメージで打っております。いい集中状態ですね。あ、ちょっと高くなってる。はい、ということで結局ノミさん赤い状態で、左脳優位の状態でショットしてしまったわけですが、こういう場合はちょっとですね、何か考え事をしてしまったりですとか、なんか周りの音とか気になって、ちょっと集中が切れた状態だったということができます。案内上ちょっと実はですね、音は良かったんですが、少し当たる場所がフェースの上の方でして、距離が出てなかったのでアプローチという感じです。約30ヤードを狙ってアプローチをしていくんですが、これはよく集中していたんですが、ちょっとハーフトップ目に当たってしまいましたね。やはり2パットボギーっていうところでしょうか。はい、ここで登場したのがフォーカスバンド。今回はこれを頭につけて練習してみました。これでね、すごい集中状態が自分で視覚化できるので、すごく練習にいいかなと思います。コースでなかなか実力が出ないという方はぜひ使ってみてほしいなと思います。お値段少々張るんですが、ぜひね、使ってみる価値はあるかと思います。以上、ありがとうございました。